こんにちは。パステルインストラクターの夏です。皆様に今日はお知らせがあります。なんと、登録者様が100名超えました。ありがとうございます。これからも応援していただけるととっても嬉しいです。皆様に感謝の気持ちを込めて、大人気のカッターを使わない第2弾をお届けしたいと思います。描く絵はなんと柴犬でーす。わー お家で楽しく描いてみてくださいね。それでは始めまーす。はい、準備する画材です。描きたいサイズの紙、カッターマット、綿棒1本です。コットン1枚、消しゴム、練り消し、セロハンテープ、パステルがですね、今日は100均の蛍光色、補助色をメインに使っていきたいと思います。基本色の方から黒1本です。鉛筆、スティック消しゴム、茶こし、初登場ですね。はい、ハサミ、定着剤。描きたいサイズと同じぐらいのサイズの画用紙。ペラペラした普通の紙、パレット用になります。私は下に粉が飛び散らないようにチラシを敷いています。はい、早速紙の端にですね、テープを貼っていきたいと思います。コツとしてはですね、ちょっと長めに取っていただいて、で、テープを貼って一番最後のところですね、ここを折り返します。で、タグを作る感じですね。はい、これを繰り返して4箇所貼っていきます。で、曲がってしまっても大丈夫なので、後からすべて剥がします。はい、完成です。はい、早速型紙を作っていきます。画用紙です。画用紙を2つに折ります。で、右側の方に輪があります。で、置いていただいて、で、短い線を真ん中あたりに描きますね。で、ここから今度お山を描いていきます。ちょっとこのくらいかな。で、とこっちは緩やかに描いていただいて、こんな感じですね。お山描きました。で、ここからひらがなの「く」を描きます。くですね。で、ここがですね、ワンちゃんの顔になってくるので、ぷっくりさせたい人はこう丸くしてあげると、ぷっくりしたワンちゃんの顔になります。次はお花を描きます。扇形ですね。はい。で、こちらの余ったところにワンちゃんのお手手を描いていきます。半円を描きます。こんな感じです。はい。
じゃあ切っていきましょう。切るときは手に気をつけてくださいね。はい、こちらの2つを使っていきます。はい、こちらが書きたいサイズの紙ですね。この上に先ほど作った型紙を載せます。でいつもだと2箇所くらい留めるんですけども、今回は型紙を折ったので、3箇所留めます。はい、でパステルですね。これクリームって書いてるんですけども、一番端のパステルですね。クリーム色なのかな、なんか肌色っぽいですね。これを全部に削っていきます。全体的にですね。はい、こんな感じになります。でその隣の黄土色ですねを同じく全体的に削っていきます。はい、で指にのせて混ぜます。で次はですね、下の段の茶色ですね、薄茶色になります。これを周りの方にのせていきます。で周り削ったら今度真ん中のところも削りますね。はい、こんな感じです。はい、で、この薄茶色の隣の茶色ですね。でこちらがですね、上のこの耳の部分ですね、ここら辺を中心にのせていきます。はい、こんな感じです。顔のほっぺのあたりまで持ってきても大丈夫です。はい、でこの余った粉はこちらのパレットの方にトントントンと叩きます。はい、で次はですね、この下のところですね、を消していきます。で、こう横から見ると
サンってなる感じで消してあげるといいと思います。はい、あと耳ですね。耳のとこも消しましょうね。で、耳を消すポイントなんですけど、こちらの内側の方ですね。内側の方はあまり消さずに、こっちの外側の方を中心に消してあげてください。こんな感じですね。大体でいいので、こんな感じで消します。カスは、この上の方にでも避けます。はい、練り消しを揉んでいただいて、下の方をぼかしていきましょう。ちょっと消しすぎちゃったなーってところはまた弓で足してあげると色が入ります。はい、で耳のところはですね、こちらのスティック消しゴムを使って調節していきますね。カスが上の方に置きます。で、綿棒ですね、綿棒を使って、最初に削ったパステルの粉、こちらのパレットの上に置いていただいたと思うんですけども、こちらの方につけて、で耳の真ん中のあたりですねにこう色を入れていきます。削ったので使っちゃいましょうね。はい、でちょっと濃いところも持ってきて、次はお花を描いていきます。花の型紙ですねをこちらのところに当てはめて、動かないようにテープで固定します。はい、で使う色はですね、こちらの焦げ茶ですねを削ります。はい、でこちらの茶色も削ります。はい、塗っていきます。黒を乗せていくんですけども、黒、基本色の方から黒ですね。こちらがですね、すごい強い色なので、ちょっとこちらのパレットの方に入れたいと思います。ちょっとだけで多分大丈夫ですね。はい、
鼻のところに光を入れたいので、光がこんな感じで、はい、かな。はい、じゃあ撮りますね。はい、で笑ってきました。で、綿棒を使って目を描いていきます。反対側の何もついてないとこですね、白い方に黒をつけて目をつけていきます。で、どうかな、ここら辺かな。で、ちょっとずつ大きくしていけばいいので、大体のところに、置いてください。はい、じゃあ次は目の中に光を入れたいと思います。では、スティック消しゴムでこのマロの部分を作っていきたいと思います。丸を目の、上の方に描きますね。はい、こんな感じで消えました。で、このあと、練り消しを揉んでいただいて、少しずつぼかしていきます。で、ちょっと消しすぎちゃったなーってところは手で調節してあげてください。なぞってあげると色がまた入ってくれます。次はお口です。黒色で、ですね。で、粉をはたいていただいて、先ほど余った茶色の粉の方からこの耳の線を描いていきたいと思います。
はい、では型紙を外していきます。よいしょ。うまく外せない。よし、外れました。はい、で、上の方に粉が余っちゃってて、こちらがですね、練り消しを揉んでいただいて取りますね。だいたい綺麗に取れました。はい、で上の方の色なんですけど、何色でもいいので自分の好きな色を塗ってみてください。私は今回せっかく蛍光色があるので、この蛍光のピンク色、下敷きになっている。はい、コットンを折りたたんで、かわいいピンクですね。こちらのレモンもちょっと入れていきたいと思います。優しい色になりましたね。で、このマゼンタも少し気になるので入れてみたいと思います。ですね。はい、で最後はですね、お手手を作っていきたいと思います。はい、お手手です。ちょっと顔のところから離す感じで置いていただいて、と2箇所ぐらい留めてください。で、色が入っちゃったところは一回消して、
削りカスのところからいきましょうかね。どうでしょう、大丈夫かな。大丈夫そうですね。はい、とこちらの黄土色がなんか足りなかったので黄土色を削ります。で練り消しを揉んでいただいて、先の方、この内側の方ですね、少しぼやかし、ぼやかしますなんて、ぼかします。はい、取ります。はい、で同じように、こちら顔から少しだけ離して貼ります。で消しゴムで消します。テープを剥がしていきます。テープを剥がすコツは、こちら側、中側に向かって剥がしていくといいです。でもあまり中側に向かって剥がしすぎる と、せっかく塗った絵がですね、取れてしまうので、ちょっと手加減して剥がしてあげてください。綺麗ですね。きれいきれいきれい、おー、いいですね。ギザギザですね。はい、できました。はい、仕上げに定着剤をかけていきます。定着剤の詳しいかけ方はブドウの方で説明しておりましたので、よかったらご覧ください。これからもパステルの楽しさを伝えていけたらと思っていますので、気になった方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではご視聴いつも本当にありがとうございます。